流騎士団は全滅。縄文を守備しておりました近衛騎士団も全滅し、縄文は突破されました。そうか、大義であった。は？まさかあのレオンが敗れるとは。迎撃の準備を急げ。敵はそこまで来ているぞ。よくここまでたどり着いた。さすがはラングリッサーだ。みんなが信じ合って戦ってきたからここまで来れたのよ。だからラングリッサーも力を貸してくれた。そうよ、それが光の力なのよ。お前ほどの男がどうしてそれに気づかないのだ、ベルンハルト。少子、余は力で全てを勝ち取ってきた。強大な力があればそれを慕って人も集まる、金も集まる。手に入らぬものは何もない。そう、世界すらもな。世にはその器がある。そしてアルハザードもな。愚かな、あなたは間違っています、ベルンハルト。ほざけ、負け犬が。主だからラングリッサを奪えば世を脅かす者はもはや何もなくなる。入れよ我が闇の下僕ども。絶対に負けられない、この光の剣にかけて。アルハザードは目覚めさせてはならないもの。今再び封印させてもらいます。ならば世を倒すことだな。闇を照らす聖なる力よ。行くぞ、この戦争を終わらせるんだ。あんたに恨みがあるわけじゃねえが、ここで死んでもらうぜ。そこまでだ。どうかな、主ごときに世が倒せると思うな。もうあっ、
の考えは間違っています。真理は一つ、しかしそこへ至る道は無数にある。そうではありませんかな。力による統一こそ確実に平和を築く方法だ。力が弱ければ人も金も集わず裏切られる。強大な力を持ったただ一人の王がこの世界には必要なのだ。悪く思われるな、ジェシカ殿。ここまで来てしまったあなたが悪いのだ。もう戦うしかない。覚悟してもらおう。天空を巡る星々、我が敵を撃て。我が敵を撃て。敵を撃て。我が敵を撃て。我が敵を撃て。敵を撃て。星々。
せよ。集いて竜巻となれ。我が敵を撃て。我が敵を撃て。世の下部我が敵を撃て。この私が、不死の王であるこの私が滅びるというのか。にゃー魔力の本流よ。闇を照らす聖なる我が敵を撃て。お師様、あなたの信じた光の末裔は間違いなく強い。これならば世界を変えることができるかもしれません。これもし生まれ変わることができたら、もう一度お師様。エグベルトよ、なぜ待てなかったんだ。エグベルトはボーゼルと戦うための強大な力を必要としました。それも早急に。だから彼は禁断の魔術に手を出したのです。その結果、強大な魔力を手にすることはできましたが、その見返りは戦。彼の肉体は魔の影響のために蝕まれていたのです。だからこそ、その残り少ない命を彼の認めた男ベルンハルトにかけたのでしょう。そうか、無理しやがってバカな。
と闇の戦いにそろそろ終止符を打つとしましょう。待て、陛下には指一本触れさせぬ。レオン、無理をするな。レオン、無駄に命を散らすでない。いいえ、私はレイガルド帝国軍青龍騎士団長です。その任務を最後まで務めさせてください。忠義感謝するぞ。先行よ、ほとばしり。行くぞ、エルヴィン。レオン、もうやめろ。これ以上帝国に尽くすのは無意味だ。男ならば一度定めた道を簡単に変えるわけにはいかぬ。そして私は帝国に尽くしているのではない、陛下に全てをかけただけだ。レオン、まだ戦う気なのか。これ以上戦っても無駄だとわからないのか。言ったはずだ、私は最後まで戦うと。すみません、一旦引きます。これで終わりだ。お前の野望もここで耐える。面白い、やってみろ。他の者たちを癒したまえ。他の者を守りたまえ。見事だったぞ。さすがラングリッサーだ。
それは違う。お前を倒せたのはみんなの力があってこそだ。それこそが聖剣ラングリッサーの力なのだ。人一人の心は弱い。妬み、疑い、恨み、そして裏切り、その他多くの心が無益な争いを引き起こすのだ。自分さえも信じられぬものが他人を信じられるものか。人から争いが絶えることはない。世は一人の兵士だった頃から嫌というほど見てきた。そして思ったのだ。誰かがこの世界を統治できれば、絶対の統治者がいれば戦争をなくすことができると。だから力が、全てを圧倒する力が欲しかったのだ。だが世の取った方法では、力による統治には真の平和などありえぬ。結局他人を信じぬ弱い者とは世のことかもしれんな。帝王よ、戦いはこれで終わりだ。これからは大陸中の人のために我々と共に。よせ。自分の負けを認めたとはいえ、世は誇りあるレイガルドの王、主の剣では死なん。ましてや敵に情けをかけられるくらいなら自ら死を選ぶわ。あ、剣の魔力が暴走していく。陛下、私もお供します。レオ、お前はまだ死ぬ時ではない。お前は生きて帝国の最後を見届けるのだ。陛下亡き世に生きながらえたとして何の意味がありましょう。私は陛下の理想を我が理想と思い、これまでお仕えしてまいりました。私は最後まで自分の理想を貫きたく思います。陛下、どうか最後までお供させてください。好きにするがよい。レオ、エルヴィン、お前たちならば安心してこの大陸を任せられる。頼んだぞ。さらばだ。長い戦争の後で最後に残ったものがこのアルハザードだけなんて、なんだか悲しいわ。やはり王たる者は力を必要とするのか。だからといってそのために闇の力を使ってはいけない。元はといえば闇こそが我々人間の敵なのだから。アルハザードは人々の欲望から生まれたのかもしれないわね。でもこれで戦いも終わったんだね。終わったのね、とうとう。ああ、そうだな。さあ、この戦乱の時代に終止符を打つぞ。ラングリッサー、最後の使命です。魔剣アルハザードの力を封じなさい。闇は光に帰り、光は闇へと帰る。この永劫の流転の中に帰りなさい、アルハザード。ラングリッサーと共に。さらば、ラングリッサー。見て、空が晴れていく。これで平和が戻るんだね。
そうよ。アルハザードの悪夢から、やっと解放されたんだもの。いいや、まだだ。この世から争いが完全になくなったわけじゃない。そうね。すべてはこれからなのね。はあ。だから俺は旅を続けるよ。自分にできる、より良い道を探して。人間とは、長い年月をかけて、ゆっくりと成長していくものなのですね、ジェシカ。はい、ルシリス様。もはや彼らには、ラングリッサーも、我々神も、必要ないのかもしれませんね。そんな。いいえ、良いのです。私は静かに、ここから彼らの行く末を見守りましょう。ジェシカ、あなたはどうします?あなたには、もう天界に住む資格があるのですよ。ありがとうございます、ルシリス様。ですが、私はもう少し、彼らと生きてみたいと思います。あの、愛すべき者たちと。そう。未来は、人が作っていくのですね。負けるわけにはいかない！覚悟しなよ。切るわけにはいかないの。
く思わないでね。血だらけだな。兵法を軽んじましたね。割り上がれ！修行が足らんようじゃな。